皆さん、はじめまして。今ご覧いただいている YouTube という動画配信サイトで、このようにホワイトボードを使って小学生、中学生、高校生向けに勉強動画を配信する活動をしているハイチと申します。今回お時間いただきまして、本当にありがとうございます。で、今回皆さんに見ていただいているのがですね、あるイベントについて知っていただきたく、動画をこのように撮っているんですが、ここから約3、4分、イベントに関する説明をさせていただきたいと思いますので、ぜひ、少しお時間いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では、テロップを出しながら、説明させていただきます。で、そのイベントについてなんですが、まず日時が、3月の29、30、31です。皆さんのお子様が春休みの期間になります。で、この期間の、明るい時間ですね、基本的には明るい時間に、皆さんが、お子さんが住んでる、とこまで、家ではなくて、地域の最寄り駅とかになりますけども、そこまで自分が、電車と新幹線を乗り継いでですね、実際に会いに行くというイベントをさせていただきます。で、これ今年で3年目、3回目になるんですけども、会いに行って、何かをするというイベントです。で、結論から言わせていただければ、それに応募していいかどうかっていう、許可を、許可がダメかっていうところを判断していただきたい。そのために今見ていただいております。で、イベント実際にあってじゃあ何をするのかっていうとこなんですが、基本的に一組、30分から1時間の時間を確保しております。例えば大阪で、応募していただいて当選した方に会いに行きますと。で、もう次の新幹線の時間も全部決まっているので、約30分から1時間っていう、時間枠しかないんですけども、その時間だったら何をしても OK です。もちろん、まだ理に反することとかはしませんけども、で、応募していただいたときに、皆さんの、好きなことをやりましょうと。で、実際今まで2回やってきてですね、一番多かったのは、もうただ単に話をするっていうだけです。最寄り駅で、待ち合わせをしまして、近くの、公園とか、あと駅にあるベンチでも構わないんですけど、そこに座って、受験、受験、あと前は、やった時は11月だったので、受験の相談に乗ったりとか、これからの高校生活、大学生活の相談に乗ったりとか、単純にも恋愛相談に乗ったりとか、話をするだけとか、いろいろあるんですけど、話をするだけ。これが一番多いです。で、あとは、友人の方同士で、応募していただいた場合は、一緒に軽食を、食べに行ったりとか、プリクラを取り行ったりとか、もありましたね。で、あとは、ご両親というか、保護者の、方も一緒に応募いただいて、一緒に会いに来ていただく方もすごく多かったので、その場合は同じように話をするだけの時もありましたし、時間ちょっと多めに確保できるんであれば、ご飯を、食べに行かせていただいたりとかっていうこともありましたけども、そのような形で本当に、基本的には1時間までですね、好きなように使うといった形でございます。もちろん変なことをするとこはありませんので、その点ご安心ください。で、イベントについてもざっくり言うとこんな感じです。なので、今回見ていただいてですね、もちろん自分のことをもともと知ってくださっている方であればまだいいんですけども、今回初めて知った方もいらっしゃると思います。で、それにあたりまして、インターネットをね、を介しての、関係なので、その人に会うっていうことにものすごい不安に思われる方も実際いらっしゃると思います。なので、応募する。ことイコール当選ではないので必ず会うことにはならないんですが、結構応募いただくので倍率も高いんで、当選する確率も低くはなるんですけども、実際会うということになった時にそれでもいいかどうか、応募していいかどうかっていうところをぜひ判断していただいて、お子様にその旨を伝えていただけたらと思います。で、ちなみに、あと何個か注意点というかお伝えすることがございまして、まず費用に関して、これは参加費はかかりません。ただ、何駅集合ってなった時に、そこまで移動時間が、移動費ですよね。電車で2駅、3駅かかるってなった時に、その移動費だけは持っていただくんですが、自分が行くにあたっての費用とか、そこで軽食食べる費用とかは基本的には自分が持ちますので、費用についてはご安心ください。で、あともう一点、この、イベント自体を撮影するのかという質問もいただくんですが、全く撮影はしません。なので、皆さんのお子さんの声とか、顔が、例えばこの YouTube とか、他の SNS に載ることは一切ありませんので、その点もご安心ください。ただ、自分の個人的な思い出として、自分の携帯で撮らせた写真の2人のツーショットとか、みんなの写真とかは撮らせていただきます。もちろんそれをどこかにあげることはありませんけど、その思い出として撮ると、いう声はしますので、そこだけご容赦ください。
で、あとは、あとはですね、まあ、初めましての方もいらっしゃると思いますので、自分の簡単な自己紹介なんですけども、ハイチという名前で活動している、今年齢が31歳でございます。で、結婚もしておりまして、二人の息子の父親でもあります。で、もともと、東京学芸大学というとこに、行っておりまして、小学生、中学生、高校生の、教員免許、先生の免許は、取ったんですが、一般企業に就職、その後塾講師をやりまして、で、独立して、今は自営業で、教育関係の仕事をしながら、こういった活動をすると、そういうことをしている男でございます。はい。では、駆け足になりましたが、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。これで、まあね、伝えきれないことも多々あると思うので、もし不安に何か質問したいこととあれば、お子さんに聞いていただいても構わないですし、このテロップの下のところに、メールアドレス、自分のアドレスになりますので、何かあればそちらに送っていただければ、全員に返信はちょっとできないかもしれないんですが、返せる限りは返させていただきますので、もし何かあればそちらの方にご連絡ください。では、今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。